皆さん、お久しぶりです。森沙織です。動画の投稿が突然止まってしまって、私もスタッフの小助さんもとても申し訳なく思っております。どうしたがろうってね、思っちゃった方もおると思います。今回は久しぶりなので、近況報告です。昨年末に、私は少しお仕事を休みさせてもらいまして、皆さんにとても心配をかけてしまったと思うんですけど、もうすっかり元気になったので安心していただけたらと思います。一つびっくりしたのが、この休暇中も皆さんがずっとフォローしとってくれて、 YouTube のコメントもなんなら少し増えたがやないかなっていう感じでした。お風呂浸かりながらの YouTube のコメントをね、開いて読んでみたら、温かいコメントとか、初めてコメントくれる方とか、やっぱりずっと応援してくれる方とか、もうなんか皆さんの愛に溢れちゃって、とってもね、なんか込み上げてくるものがあって、これは復帰したら動画絶対撮らないかなって思いよって、今回ね、こうやってまた再び皆さんに声を届けることができて、とても嬉しく思います。そして高知美少女図鑑という事務所を退所し、心機一転、2023年、今年はお芝居を中心に活動していきます。でも地元高知県っていうところはやっぱり私の生まれ育った町やし、ずっと大好きなので、このチャンネルも今まで通りとはいかんがですけど、ちょっとずつ続けられるように頑張るので、もしよかったら引き続き応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。実はずっと行きたかった沖縄に行ってきました。沖縄の料理も大好きなので、また行きたいって思ってて、沖縄でも自然に触れて、ちょっとね、心をとても潤わしてきました。そしてお仕事のご報告です。昨年夏に映画「遠回りする青」という作品を木村亮監督に撮っていただきました。なんとですね、その作品が第18回大阪アジアン映画祭という3月10日から3月19日にかけて行われる映画祭で上映が決定しました。この映画では高校時代の親友をずっと忘れられずにいる、思い続けている宇都宮しおりという役を演じております。登場人物、私含めみんな遠回りをしながら葛藤する様子が描かれております。予告編などでチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。このチャンネルに関しては今月に撮影も予定しておりますので、また近いうちに動画の私を見ていただけると思います。ぜひ楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。コメント、グッドボタンお待ちしております。ありがとう。